日本共産党志位委員長より戦争法を廃案にするために、そして立憲主義を守るために国民の皆さんに呼びかけました国民連合政権を作ろう、このお話させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは志位委員長お願いします。皆さんこんばんは。雨の中足を止め聞いてくださいまして誠にありがとうございます。日本共産党の志位和夫でございます。今日はこの場をお借りしまして、安倍政権が平和安全法制の名で強行した戦争法の問題について日本共産党の提案をお話しさせていただきたいと思います。今日実はこの提案をめぐって民主党の岡田代表とも最初の突っ込んだ意見交換をやってまいりました。そのご報告も兼ねてお訴えをさせていただきます。まず私は19日安倍政権自公政権が安保法戦争法の採決を強行した、多くの国民の皆さんが反対し、あれだけ憲法違反だとはっきりしている悪法を数の暴力で強行した、このことに強い抗議を表明したいと思います。あの法案が強行された後も一斉に世論調査が行われておりますが、どの世論調査でも政府説明不足だという声が7割から8割じゃありませんか。どの世論調査でも過半数の国民の皆さんが憲法違反と言ってるでありませんか。憲法違反の法案を通す権利は民主主義の国では誰にもないということを私は言いたいと思います。ただ皆さん、私5月に特別委員会の論戦に立ってからずっとこの戦争法案と戦ってまいりましたが、戦いを通じて大きな希望も見出しております。その最大のものは戦争法を反対、憲法を守れと国会周辺で全国津々浦々でこれまでにないたくさんの人たちが声を上げ立ち上がったことであります。1960年代の安保闘争の時には労働組合の動員が中心だったと聞いておりますが、今の国民の皆さんの運動というのは国民の皆さん一人一人が主権者として自分の頭で考え、そして自分の意思で今声を上げなければと立ち上がっている、これは戦後かつてない新しい国民運動と言えるのではないでしょうか。とりわけ若い皆さんが素晴らしい働きをしているのは嬉しいですね。皆さん、私はここには日本の未来にとっての大きな希望があると考えます。この始まった国民の歩みは誰にも止めることはできません。必ず大きな流れになって日本の政治を変える力となって働くことは間違いないと私は確信を持っております。それともう一点希望が見えてきました。この国民の皆さんの声、国民の皆さんの運動に応えて野党が野党共闘をしっかりやりました。この国会、衆議院段階で2回、参議院段階で4回、合計6回野党党首会談やりまして、強引な採決に反対する、法案成立を阻止する、最後は内閣不信任案や問責決議案を共同提出する、そして18日の党首会談ではどんな事態になっても今後とも憲法の立憲主義、平和主義、
民主主義を守るために協力して行動するということまで確認したということをご報告したいと思います。皆さん、この国民の皆さんの運動、それにしっかり背中を押していただいての私たち野党の共闘、この2つは大きな財産だと思います。それでは今後どうしていったらいいのか、共産党はこの悪法が強行された19日の未明、その日の午後に第4回中委員会総会という会議を開きまして、今後の方向について国民の皆さんへの提案を私の名前で発表しまして、3つの呼びかけをしております。第1は、皆さん、戦争法廃止、安倍政権打倒の戦いをさらに発展させようではありませんか。この戦争法ばかりはですね、数の暴力で成立させられたからといってそのままにしておくことできませんね。ほっとくことできませんね。なぜなら皆さん、この法案は最悪の違憲立法です。自衛隊の海外での武力の行使の仕掛けがたくさん盛り込まれています。武力行使をしている米軍を戦闘地域まで行って輸送補給などの兵站を行う、あるいは紛争がまだ続いている、戦乱が続いているアフガニスタンや南スーダン、こういうところまで自衛隊を出して治安活動やさまざまな活動をさせる。そして地球のどこであれ米軍の艦船を防護するために自衛隊の武器を使用する。そして日本が攻撃されてもいないのに日本の方から武力の行使をする集団的自衛権の行使、どれもこれもが憲法9条を踏み破って海外で戦争する国づくりのぎっしり詰まっている法案です。早速南スーダンの PKO 任務を拡大させようとしております。皆さん、国民の皆さんの命、日本の平和のためにもこのような憲法違反の法律は直ちに廃止しようではありませんか。それで皆さん、もう一点は、この戦争法というのは一内閣の宣伝によって集団的自衛権行使できないと60年間言ってきた政府の解釈を180度転換して行使できるということにしてしまった。去年の7月1日の閣議決定でそれをやりました。これは皆さん、立憲主義の国では許されないんじゃないでしょうか。皆さん、国会で多数を持ってたら何でも許されるってもんじゃないんです。政権を取ったら何でも許されるってもんじゃない。憲法の枠内でしか政治ってのはやっちゃいけないんです。それを踏み破って多くの憲法学者、歴代の法制局長官、最高裁長官を務めた山口茂さんまで憲法違反だともうみんな言ってる。違憲か合憲かではもうはっきり勝負がついている。こんな法案をやすやす通す、無理無理通すというのは、これはまさに立憲主義、法的安定性、そして法の支配を根底から覆すものであって、こんなことを許したらどうなります。日本は無法国家になっちゃう、独裁政治になってしまいます。皆さん、立憲主義と民主主義を破壊する独裁政治を断固拒否しようじゃありませんか。皆さん、ですから私訴えたい、戦争を通ってしまったからといって諦めるのは早いですよ。これからが戦いです。憲法違反の戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻す新たな運動を起こそうじゃありませんか。安倍政権打倒しようじゃありませんか。
さて皆さん、第2に、それではどうしたら戦争法を廃止し立憲主義、民主主義を取り戻せるでしょうか。衆議院選挙と参議院選挙で自公政権を打ち負かして戦争法廃止の平和の勢力が衆参で多数を占める、そして戦争法廃止法案を国会に提出する、それを可決することがどうしても必要になってきますね。ただ皆さん、それだけじゃ足らないんです。戦争法を廃止したとしても集団的自衛権行使容認の去年の7月1日の閣議決定が残るんです。これが残っている限り自衛隊の海外派兵の根が残ってしまう、火種が残ってしまう、立憲主義を壊す異常な事態が続くということになってしまいます。ですから私は訴えたい、この戦争法を廃止し去年の7月1日の閣議決定を撤回させるためには安倍政権ではダメですよ。安倍政権を退陣させて新しい政府を作る必要がある、このことを訴えたいんです。私は心から呼びかけます。戦争法を廃止、立憲主義を取り戻す、この一点で一致するすべての政党団体個人が共同して戦争法廃止の国民連合政府を作ろうじゃありませんか。この国民連合政府は作られましたら戦争法をなくし閣議決定を撤回し日本に立憲主義と民主主義を取り戻してまいります。皆さん、野党の間には政策の大きな違いがあります。例えば日米安保条約の問題、私たちは廃棄の立場ですが、これ違う立場の野党もあります。しかし皆さん、そういう問題で態度が違うからといって安倍政権を続けさせるわけにはいかないじゃないですか。安倍政権を倒す必要がある、そうであるならば野党はそういう政策の違いがあったとしてももっと太いところで団結すべきじゃないでしょうか。この国に立憲主義を取り戻す、民主主義を取り戻す、平和主義を取り戻す、この一点で野党は団結して政府を作るべきではないでしょうか。皆さん、この戦争法を廃止立憲主義を取り戻すという課題は文字通り国民的課題、大義を持った課題だと思います。この点で一致が作られるならばこの政権、その他の課題いろいろありますが相違点は横に置く、そして一致点で協力する、この原則でしっかりとした政権協定を結べば国民の皆さんに責任を負った政治ができると私は確信を持って言いたいと思います。そして皆さん、同時にこの政権はこの戦争を廃止して立憲主義を回復するという仕事をしっかりやり抜いたら解散総選挙をやりましてね、その先の日本の進路については国民の皆さんとまた相談しながら決めていく、これが皆さん一番現実的合理的な方法ではないでしょうか。皆さん、そういう意味でこの政権は暫定的な限定的な政権です。しかしね、この国民連合政府が取り組む戦争法の廃止と立憲主義の回復というのはあれこれの部分の政策課題じゃありませんね。立憲主義というのは皆さん、いろんな政策課題の一番土台にある根幹にあるこの国の土台ですよ。この土台が危なくなっている、だからこの土台を立て直そうというのは本当に大きな国民的大義がある仕事ではないでしょうか。それをやり抜けば皆さん、この政権みんなで作る、政党団体個人みんなで作る国民連合政府がその仕事をやり抜けば国民の皆さんが
主人公として日本の政治を動かした一大総挙となり、次の大きな展望が開けてくる。私はそう信じております。どうかみんなで一緒に戦争を廃止の国民連合政府作ろうじゃありませんか。そして第3の私たちの提案は、戦争を廃止の国民連合政府で一致するすべての野党が当面する衆議院選挙、参議院選挙で全国的に選挙協力やろうじゃないか。私たちは誠実にその実現のために力を尽くすということを呼びかけております。皆さん、私たちこの前の総選挙で沖縄ではそれを実行いたしました。沖縄の小選挙区の1区、2区、3区、4区、辺野古の新基地建設反対というオール沖縄の一地点で小選挙区全部尾長さんの与党が協力してですね、選挙の候補者を擁立して1区、2区、3区、4区全部で自民党として勝利を勝ち取りました。オール沖縄で勝利した、これを日本に広げようじゃありませんか。オールジャパンでみんなで世直しをしようじゃありませんか。私たちがこの選挙協力という点でもここまで踏み切ったのには理由があります。私、国会前に抗議で詰めかけてこられる皆さんの前でも何度も訴えました。全国でも訴えました。私たちに寄せられた痛切な声はこうです。戦争法案やめさせてほしい、安倍政権倒してほしい、そのためにも野党はバラバラじゃダメだ、一つにまとまってほしい、これは国民の皆さんの声だと思います。痛切な声だと思います。この痛切な声を私たちしっかり受け止めて、これに応えなかったら政党の責任外せないことになる、そう考えましてこの方針を決めました。国民の皆さんの声に応えて私たちも決断をいたしまして、ぜひ実らしたいと考えている次第でございます。そして皆さん、もう一つ、今回この方針に踏み切ったのには、今の日本の政治非常事態だという認識がございます。安倍政権の暴走によって今の日本の政治大変危ないところに来ている。憲法の立憲主義、平和主義、民主主義が根底から覆される危険な事態になっている。この時に非常事態の日本で日本共産党がこれまでの方針の枠内にとどまっていたら、これは責任が果たせません。ですから私たち決断いたしました。やっぱりここに踏み切っていきたいということを考えました。国民の皆さんの声に応える非常事態の日本、みんなで一緒に立て直す、そのために今言った3つの提案いかがでしょうか。第1の提案は、戦争法を廃止し安倍政権打倒の戦いを発展させる。第2の提案は、戦争法を廃止の国民連合政府をみんなで作る。第3は、そのために野党は選挙協力やる。3つの提案いかがでしょうか。皆さん、必ず実らしたいと思います。そして安倍政権倒していきたいと思います。最後に皆さん、私たちのこの3つの提案、この間発表いたしまして、各党の皆さん、各界の皆さんと話し合いを始めております。今日は民主党の岡田代表と私が突っ込んだ党首会談を行いました。40分余りの大変充実した内容の会談になりました。冒頭、私の方から私たちの国民連合政府の3つの項目について説明をいたしました。岡田代表の方からは、思い切った提案をいただいたことに敬意を表しますというまずお話がありました。そして私が提案した3つの項目に沿って熱心で真剣な
いろいろな質問や意見が私に寄せられまして、私も一つずつ丁寧にお話をいたしました。最後に、引き続いて話し合っていくということで一致したということをご報告したいと思います。私としては大変良いスタートが切れたと喜んでおります。引き続いて週明けの月曜日には社民党の吉田党首、生活党の小沢党首と会談する予定でおります。維新の会の松尾代表、維新の党の松尾代表、無所属の会の水野代表とも会談をしたいと思っております。いろんな各界から賛同と激励がこの間寄せられてきております。今日は日刊現代を見ましたら、小沢さんのコメントが出ておりまして、小沢一郎さん、まだ小沢さんとは月曜日に会談する予定ですので、まだ直接はお話ししてないんですが、こういうふうにおっしゃっております。次は選挙だ、選挙に勝利して政権を取り法律の廃止を目指す。今回の共産党の声明はそういう頭の切り替えと素早い行動だった。共産党が全選挙区に候補者を立てるというこれまでの方針を転換することは現実の選挙にものすごいインパクトがある。断然勝利が近づく。他の野党の連携も輪を広げるよう努力すべきではないかと思うと、こういうエールを送ってくださったこともご紹介したいと思います。それから皆さん、いろいろな各界から激励の声が次々と寄せられております。立憲デモクラシーの会の呼びかけ人、上智大学教授の中野浩一さんは、私どもの提案を国民が渇望した提案と評価していただきました。作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんは、野党は虚心坦懐に力を合わせてほしい、激励してくださいました。慶応大学名誉教授で弁護士の小林節さんは、我が家を得たりの思いと全面的に賛同いただきました。一つお知らせですが、来週の月曜日の午後8時からとことん共産党というインターネット番組をやるんですが、そこで小林節さんと私対談いたしますので、どうかご覧ください。楽しい対談になると思います。皆さん、この戦争法廃止の国民連合政府の成否は国民の皆さんの世論と運動にかかっております。どうか応援してください。どうか一緒に実現しようじゃありませんか。安倍政権を退場させ、立憲主義、民主主義、平和主義を貫く新しい日本、一緒に作ろうじゃありませんか。以上をもって私の訴えとさせていただきます。雨の中ご清聴ありがとうございました。頑張ります。日本共産党志位和夫委員長からお話をさせていただきました。皆さん、憲法を守り抜く、そして立憲政治を取り戻す、民主主義を、国民主権を取り戻そうではありませんか。日本共産党全力を尽くしてまいります。皆さんとご一緒に頑張ることをお誓い申し上げまして、本日の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。